皆さんこんこにちは、キョウグです今回ですね、えー、要望がねありましたので、えー、今回はタウンホール6の、えー、配置について、まあ、紹介していきたいと思います今回ですねあれタウンホール6は何が変わるかっていうといやその回復ユニット、まあ、その回復呪文が使えるようになりますよね そうすることによって、まあ、そのヒーラーが使えるようになることによって邪ひっていうまあ攻め方ができるようになるということでターンホール6のあたりはですねやはりトロフィー体がやはり1,000から1,300をまあ想定するとやはり一番多いのが邪ひ、えー、ですよね。 ドラゴンラッシュもなければホグラッシュもないということで、やはりジャイヒーに対する、そのジャイヒーの防衛を強化すれば、やはりその村が全開、そしてまあその資源が奪われることっていうのは少なくなると思います。なので、まずですね、ちょっとこちらの画像をご覧ください。ドン。こちらがですね、やはり、まあちょっと、まあこれネットでね、ちょっと見つけてしまったんですけども、すごい強いなと思います。これなんで強いかっていうと、あの、 なんで,でしょうやはりやはり対空砲っていうのがやはり絶対にに番真んん中に置きたいやっぱり防衛施設なんですよそしてそうですねやはりウィザードのと、うんやっぱり迫撃砲の位置ですよね迫撃砲がやはり全面的にカバーできているのとそうですねあとはまあその資源重視なんではいまあ、その資源を固めているって感じですね まあそして、クランの城が真ん中にあるっていうのはなぜかっていうと、他の動画でも紹介したんですけれども、やはり援軍がね、すごい強いので、やはり援軍でジャイアントをこう一掃するってこともできてしまうので、そしてあとはバランスの取れた配置ですよね。やっぱりアーチャータワーの位置が、はい。やっぱり、その3個に分裂していて、で、大砲の位置がちょっとこう右にず寄ってるかなと思うんですけど、まあ、それはまあしょうがないかなと思いますね。でもやはりウィザードの塔がね、 ウィザーの塔はやはり一つの部屋に隠りたいところであります。そして左下にですね、まあなんか巨大爆弾がなんかあるんですけど、それはどこに置いてもいいというか、うん、まあ、ちょこの配置で一番ダメなところは、あのトラップが全然うまく使えてないところなんですよね。のタウンホールの右にある爆弾2個とバネトラップ2個、もうジャーヒー対策をする上で、やはりそのバネトラップっていうのはすごい重要なので、バネトラップで、 ジャイアントを減らさないと、多分勝てないので、バネトラップをどこに置くかっていうことが課題になります。バネト、えー、っとですね。まあ、その方法としては、あの、うん、そうなんですよね。レベル6で完全にジャイ、シーーを防ぐってことは、完全に防ぐってことは、まあ、その、厳しいと思うんですよね。まあ、こんなこと言ったら本末転倒ですけど、その、厳しいんですよ、実際。 タウンホール7からのジャーヒーとなるともう戦力全然違うのでやはり、まあ、私ね、まあ、そのみんなに言ってることがあるんですけどやはりクラッシュ・オブ・グランはタウンホール7からが7から始まるっていうのをね本当にみんなに言ってるんですけどあと6だと完全に守りきることっていうのはほう不可能なので、まあ、バネドラップをね まあこれをこの配置を本当応用してまあいけたらなと思いますまあでもベースはこんな感じでいいと思いますねうんはいではまあちょっとねちょっとグダグダしてしまいますけどましたけどもはいタン六だったらまあこれが結構強いんじゃないかなと思いますまあいろいろそのインターネットにね画像出,は出回ってますけどそれをちょっと見見た結果これが一番いいんじゃないかなという配置でしたえー、ご視聴ありがとうございましたそして要望ありがとうございました